ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は PA 新海物語を完全攻略していきましょう。2022年8月に山陽物産から導入された99分の1の最大電サポ683回転搭載型 SD タイプです。ボーダーが 14.7 とかなり低めで、通常回転速度はやや速いです。電サポ中は微増が狙えるタイプで、アタッカーのオーバー率は普通ぐらいです。ちなみにへそは3玉返しとなっております。 U タイムの天井期待値はそこまで高くないので、ハイエナ、フル稼働両方とも狙えます。通常時はハック保留まで対応しており、当たった時のリスクを考慮すると6個前後をキープする打ち方がベストです。大当たり中の離席タイミングは保留がない状態であれば離席が可能となっております。また本機は C 時短 U タイムを搭載しております。本機はカスタムが可能で、おすすめが全部で6個あります。魚群 100%、 告知頻度 100%、 告知方法いつもの、予告普通、前兆普通です。モードはオーロラモードがおすすめです。当たりを最速察知して無駄弾を一発でも多く減らしましょう。本機の C 時短は通常時199分の1で突入する突然時短となっております。時短の回転数の振り分けは20回転、40回転、100回転、379回転の4種類あります。この C 時短はあくまで時短のため、 U タイムの回転数に含めて大丈夫です。 C 時短の最中は電柱のサポートを受けながら回せるので、電サポを回し切ってからやめましょう。途中でやめることはあまりおすすめできないです。本機の U タイムは低確率299回転消火で天井到達です。SD 機のため全当たり抜け304回転で天井到達となっております。 C 時短込みの回転数で大丈夫です。朝一のセグ判別の場合、外れセグがラムクリア濃厚、それ以外が据え置き濃厚となっております。スルーに弾を一発通すことで対策ができるので、お店の傾向に注意しましょう。液晶判別の場合、天井まで残り30回転になると液晶上で帯が出現します。また液晶左上で常に回転数を表示しております。天井狙いの最終ラインが21時50分前後となっております。1時間あたり約245回転回るので、天井まで残り100回転から狙い、天井到達すると約25分かかります。大当たり消火を約30分と想定し、合計で1時間を見積もって行動していきましょう。当たりが取りきれなかった場合、期待値が下がってしまいますので十分に注意しましょう。また天井到達時、へそ0個で対応しましょう。天井まで残り3回転ぐらいからオーバー入賞に気をつけましょう。アタッカーは10カウントで逆ひねりで対応します。強めで打ち出し、5カウント入ったら弱めにひねる、6カウント入ったのを確認後、打ち出しストップで対応しましょう。オーバー率は普通ぐらいですが、アマレジのアタッカーはかなり重要なのでシビアに狙いましょう。最後の 2,3 発を左側でうまく固められるとかなり決まりやすいです。台によっては左右に振る方が決まりやすい場合もあります。電柱は1回砲3パターンです。アタッカー同様逆ひねりで対応します。電柱が開いたら強1発、中2発、弱2発の計4発で対応します。弾を固めることでより微増が狙えます。ひねらない場合の簡易バージョンは、電柱が開いたら4発打ち出しで対応、スルーが辛い場合は電柱が開く前に強1発、中2発、弱2発の計5発、または打ちっぱなしのまま電柱の開閉に合わせてひねるで対応しましょう。お店によっても釘調整が変わってくるので臨機応変に対応しましょう。換金率貸し玉等価でベースが天井を加味する場合 18.0、 増減率がプラマイ0、出玉時間が10ラウンド平均930玉、通常回転1500回転で期待値約プラス5450玉です。また同条件で天井を加味しない場合は単価 9.4 円で計算しましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。